床の中で死にたくないんです。帰れば危ないし、帰らなくても辛いし、何が居場所なのかが分からない。この立場いつまでも受け入れるのは良くない。捕まらないことを祈るしかないですね。やりたいことあんの？なんか将来あんまり緩むみたいな。え？あんまり自分の夢目指して今は前に進んでね。何？仕事しちゃいけないってね。なんで？解放って。何それ？法律だから正しいの？そう、法律全部正しいわけじゃないの。だって例えば俺仕事しないじゃん。あ、どうやって生きていけばいいの？それはあなたたちでどうにかしてほしい。体調不良を訴えたのはトルコ出身のクルド人。死ぬな、待って、マジで死んじゃうんです。死んでください。自分の家族と一緒に暮らしたい。病院に行って治療やってない。みんな多分誰一人望んでここに来てないですよ。難民にもルールがあるじゃん。捕まるルールがあるの。みんなと同じように働いて日本で生活を続けたいです。